今回紹介するのはリクルートのすごい功装置からアイデアを事業に仕上げる急メソッドという本です。計画を練り続けるばかりで先に進まない一度決めた計画を変えられない時間をかけて計画を立てる割に爪が甘い当事者も経営陣も本気で成功すると思っていない。 うまくいかなくなっても撤退の決断ができないこんな症状に効果がありますリクルートのユニークさは広く知られているところであるが一部の天才のひらめきで新規ビジネスが生み出されているとか新規事業は次々に成功しているという多くの誤解に満ちている本書はリクルートをよく知るコンサルタントがリクルートに関する誤解を解き その成功の秘密を丁寧に体系立てて解説したものである。これまでにもビクルートの OB など関係者によって書かれた本はあったが、外部から客観的にコンサルタント的な目線で体系的に解説された本は少なかったのではないかと思われる0、1よりも1、10に強みがあること。 他社にやられるくらいであれば自らのビジネスを脅かすディスラプターをあえて自ら抱えることをいとわないことリクルートの事業開発の起点は誰も目をつけてこなかった不不便不満不安などにあること100億円以上の市場規模が見込めないと事業化に値しないと判断されること誰がどの財布からお金を出すかを突き詰めることなど 意外な視点、なるほどと思わせる舞台裏を丁寧に説明しているここまで成功の秘訣をつまびらかにできるのはそれを知ったとしても他者が簡単には真似のできない仕組みであることに理由があるリクルートが一般の企業と異なるのは子を尊重し人を生かす企業文化が徹底されていること若さを保ち競争しながらもナレッジを共有し 称賛しし合う文化が浸透していること将来必要な組織能力を先読みしうちに取り込むという器を揃える役割を経営者が果たしていることにある一般企業がどこまでリクルートに迫れるか本書はそれを考えさせてくれる以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。